中日ドラゴンズの近藤投手が2021年以来の1軍での登板となりましたけれども d n a 戦で大炎上してしまいましたその試合後にバウアー投手が送った言葉がかなり感動的ですそして立浪監督も試合後近藤投手に対してコメントをしておりましてこの辺りを見ていきたいと思います近藤投手の昇格とそして初登板の結果改めて振り返っていきます昨年の春のキャンプで立浪監督がものすごく高く評価したピッチャー近藤投手が昇格となりました 立浪監督はこの春の時点でかなり戦力になってくるのかなと思いますというふうにコメントしているんですねシートバッティングで近藤投手が投げたときにストレートがちょっとまっすら気味に動くとこのあたりっていうのを高く評価していたとそして過去には又吉投手が FA で抜けたときにその穴を埋める候補の選手として立浪監督からこの近藤投手の名前が挙がったこともありました2軍では今シーズン26試合の登板で防御率が6.48して、 25イニング投げて脱三振率が3.96、予視球率が6.12という数値でございましたこの数値だけ見ると、まあ、正直、2軍でもかなり打ち込まれている印象が強いですし、予視球率もものすごく高いですただ、8月に入ってからは6試合で1失点と少し復調しているような感じがありましてなおかつこの8月は予視球が1つも出ていなかったということになっています。 やっぱり1軍は左のリリーフピッチャー不足していて、まあ、副投手が離脱してしまったとか、まあ、そういったところもあって、まあ、砂田投手もなかなか結果残らないですし近藤投手、若い選手ということで、まあ、シーズンの終盤にチャンスが回ってきたという感じですね、まあ、ただ、初登板で大炎上となってしまいました1イニングを投げて飛安打が8本四死球が5つ、自責点が8つ失点が10個という結果になっています。 正直見ている方々が同情してしまうようなつ辛いような表情っていうのが見えていましたし本当にしんどいなっていうような感じでしたねツイッターのトレンドでもさらし投げとか防御率がものすごいことになっているとかこういったことが話題になっておりまして近藤投手が悪い意味でちょっと話題になってしまったという試合が8月25日でしたそんな近藤投手の投球の後相手の先発ピッチャーバウアー投手が送った言葉が感動的とこちらを見ていきたいと思います バウアー投手、8回2失点、途中加入ながらも10勝目を挙げることに成功しました試合後、囲み取材に応じたバウアー投手が冒頭に自ら質問に答える前に一つだけ言わせていただきたいことがあるというふうに切り出したというようにスポニチさんの記事で記載がありました近藤選手に対してどんないい投手でもこういう日がある誰もがこういう経験をしているということ。 このような結果に落ち込むことなく、落胆することなく、これからも前を向き続けてほしいとメッセージを送らせていただきたいと、そういったコメントになっています。バウアー投手もメジャーリーグでちょっと打たれてしまって、バックスクリーンにボールを投げ込んでかなり批判されたと、そんなこともありましたよね。そういったこともあって、やっぱりバウアー投手自身も近藤投手の投球を見てちょっと胸が痛むというようなこともあったのかもしれません。 自分の投球の振り返りとか勝利の喜びとかそういうことを伝える前に相手選手を思いやるコメントが先に出てきたと、まあ、本当に素晴らしい方だなという,うな印象があります。 過去にもバウアー投手が細川選手にホームランとか打たれましたけれどもその時にも打たれた細川選手をものすごく絶賛したりだとかまた細川選手にデッドボールを与えてしまった時に謝罪をしたりだとか本当にバウアー投手のほ他の試合でもそうですし特に中日ドラゴンズと試合をする際に本当に温かいピッチャーだなっていう,ふうに思うような行動、言動っていうのが多くなっていて本当にありがたいなというふうに思います。 近藤投手も相当ショックだと思いますし、まあ、今夜は本当に眠れないような夜になるかもしれないんですけれどもこのバーバー投手の言葉っていうのは届いていると思いますし、まあ、これで少しでも心が楽になってくれたらありがたいなというふうに思いますでは続いて立浪監督の試合後の近藤投手へのコメントを見ていきたいと思います試合後の立浪監督のコメントですピッチャーーが勝ちパターンしかか残っっっていなかったた最後は気の毒だった 近藤には酷なことをしたというコメントになっていて、まあ、近藤投手に申し訳なかったと、まあ、そういったコメントになっていますねやっぱりツイッターではさらし投げというようなワードも出てくるほど、まあ、近藤投手も変えてあげてくれ見ていてかわいそうだと、まあ、これがトラウマになってしまうんじゃないかとファンから同情の声っていうのも結構上がっていましたただ中日ドラゴンズとしてはもう正直あの試合は勝てるような感じではなかったですしできるだけもう勝ちパターンで使えるようなピッチャーは使いたくなかったと 藤島投手、斉藤投手、松山投手、フェリス投手、そしてライデル・マルティネス投手、この5人がベンチにいたわけなんですけれども、やっぱり使いたくないっていう気持ちもわかりますよね。藤島投手はもうすでに41試合に登板していて、ま清水投手が離脱したということで、現状としてはチームトップの登板試合数になっていますし、斉藤投手も途中加入ながらフル回転していて、最近は重要な場面でも結構使われるようになりました。やっぱり勝の投手と、 清水投手が離脱してしまったということも大きいですしこの辺りのピッチャーをどうしても使いたくないというような気持ちがあったと思います松山投手もま育成から上がってきたということでキャンプからもずっと2軍でも投げて1軍でも投げてという感じでまあ一時期腰の張りっていうので離脱もありましたからこの辺りも心配されるところですまフェリス投手もま今後は勝ちパターンで使っていくということでなかなかピッチャーを変えられなかったということですね チーム事情としてはやっぱり近藤投手を変えられなかったとっいう部分は仕方がない部分もあると思いますから首脳陣の方々含め近藤投手の心のケアというところをお願いしたいなというふうに思いますそして近藤投手もやっぱり気の毒とはいえプロ野球選手ではあるのでここから自分自身でなんとかメンタルの立て直し頑張ってほしいと思いますでは続いて近藤投手にこれから期待することを見ていきたいと思います 近藤投手は先ほどもお伝えしたんですけれども8月に入ってから2軍では失点がありませんでしたしフォアボールを一つも出していなかったんですね請球難に改善の兆しが見られていたんですけれども1軍での初登板となるとやっぱり話はかなってきて、まあ、1イニングで4個フォアボールが出てしまっていてデッドボールも一つ出てしまったということで請球力もなかなか定まらなかったというようなことがありました。なのでやっぱり 請求難改善は見られていたけれどもまだ完璧ではないっていうことだと思うんですよね、久しぶりの1軍登板で間違いなく緊張もあってそういったところで2軍のような投球ができなかったということですね。 なので、やっぱりフォームを固めて、再現性を高めて、緊張を少ししたくらいでも、なんとかストライクは全然入るよというぐらいの範囲に収まっていかないとなかなか1軍での投球っていうのは厳しいのかなと思いますね。特に近藤投手に関しては、やっぱり8月、ちょっと2軍ではいい投球になっていましたけれども、それまでの投球っていうのが全くいい成績ではなかったですし、フォアボールもかなり出てしまって荒れていた状態だったので、1軍でこうした結果になってしまったっていうのは、ちょっと まあ打たれすぎた感はありますけれどもし、まあ、仕方がない部分はあると思いますからやっぱりレベルアップをしていかなければいけないというのは間違いないと思います、まあ、もしこのまま登録抹消ならずに次回1軍で登板があるのであればもうある意味、開き直って投げてほしいですよねもう防御率っていうのは今シーズンに関して言うともうまとまったような成績っていうのは残らないのは間違いないと思いますからもう開き直って来年に向けて投げてほしいですね。近藤投手は直球が真っすらというようよな感じで、 普通に投げてもちょっと動くと、まあ、癖玉があるというのでこれが結構な武器なんですね阪神タイガースの村上投手もこのまっすらを武器にしているピッチャーですし近藤投手にも期待したいところです立浪監督も大きく期待したピッチャーだからこそ、まあ、2軍で少し成績が上がってきたら1軍に最後、まあ、なんとか投げさせたかったということで昇格させたという背景があると思うんですよねなので近藤投手には今回の当番での課題というのを持ってここからまあ1軍での当番っというのもそうですけれども 未軍とか、まあ、キャンプでしっかりとフォームを固めてレベルアップをして、そしてもう来年大卒4年目になりますから、この1年でなんとか結果を残したいというところだと思います。以上です。